いいと。冒頭の言い方、なんか他に言い方あればいいんだけどね。はいって入っちゃうね。もう今更感強いけど、今だと新しい MVSX mini が出ているから、そっちの方を買い求めればなのだろうけど、こっちの方の、その最初の方に出てたネオジオミニの、今だったらだいぶ安く手に入るはずだと思うんで、今更とは言わず、こんだけソフト入ってんだぜ、と40本も入ってるっていうのはね、格闘ゲームばっかだけど、もうちょっとシューティング入れるよって思うんだけどね。全然入ってねっていうね。ガルスピにしようかなと。で、なんか少しはなんかネオジオミニのこっちの方だったらまだ手に入りやすいと思うんで、お小遣いだとか貯めて購入してくれたりとかしたらいいなぁとは思う。ちょっと音量でかいな。ちょっと音量できんな。やっぱこれぐらいがいいか。いつもずーっとテリーばっかり使ってたんですよね。ほぼテリーしか知らないよ。すごい発色いいでしょ。いた。あ、ちゃんと調子も出る。これ見てもらえば分かると思うんだけど、このアナログキーなんだよね。アーケードだと、その発泡光レバーで、レバーガイドついてガチャガチャ鳴るっていう。でもそうじゃない。だけど、今みたいにちゃんと調子出せるんですよ。慣れるとね。何ら問題はないと。来た。どうしてなかった。手元が見えるからね、バレバレだとね、パワーゲージャー出そうとしてる。テリー・ボガー、今戦ってるのはアンディ・ボガートで、自分が使ってるキャラクターがテリー・ボガートなんだけど、弟なんですよ、兄弟なんですよね。アンディのフィアンス。あれ。容赦ね。当時もね、このステージにどこやねんっていうね。日本じゃない。日本っぽそうっていう。どこなんだよ、ここ。ああ。ジャックパンチ。このガラスでは、ジャックパンチなんですよ。ジャックパンチ、ジャックパンチ、ジャックパンチ。まあ、ローレンスだったら、その、リーチがある分、その、ジャックパンチですら、連続に当てることできたかな。リーチ長いやつは無理ですよね。お、いた。
うわ。すごい派手。このダックキング、だけどね、ほんとステージ、この BGM が、もうほんと当時からずっと好きですね。ああ、閉めた。テンションで失敗。あれ？ちょっと不安になりました。キャンセル技が出せないとちょっと心配にもなってきますね。それでもパターンが、うちはいつもこういうやり方で倒してるんですよね。出た。もうとにかく、パワーウェーブを打たせる。あ、失敗。ああ。消費したから決まると楽しいですね。あれだ。チャンス。なんとか勝って、これあとこのゲーム、一回も一歩も落とさないでノーミスでいくと、両坂崎っていうのが出てくるんですよね。この両坂崎っていうのはもう一人のこの SNK ゲームの主人公で、龍子の剣っていうゲームがあって、その主人公なんですね。で、こっちはガローデンセクシリーズなんです。トリュー・アンディ・ジョーが主人公で、リュウコの剣はリョウとロバートですね。避け攻撃。一旦ガード状態になった後、相手の方向と A ボタンを押すと、避け攻撃っていうのがあるんですね。ずっとこれで倒せる。何やってんねんこいつは。はい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 。ああ、やば。で、まあ、初めて見る人からすると、なんだよこれって思っちゃうかもしんないけど、そんなことないんですね。見つけられたっていうことがすごいことで、超反応なんですよ。こっちが飛び道具打つ瞬間にジャンプして飛び越えてくるって。そうすると反撃が間に合うって。もうなんだろう、そんなのできるわけないじゃんっていうことをコンピューターなんでできちゃうんですね。
っぱできなかった。ターンにはめられない。っていうか、キャンセルがバーンナックルが出てくれない。これはちょっと辛いですなぁ。なんかさっき話してたっていうような。ああ、両坂崎のキャラクターかな。ああ。痛い。ああ、しまった。飛ばしにならなかった。ノーミスで行くと最後のボスはクラウザーっていうキャラクターなんだけど、ガルスではだけど、隠しキャラクターとしてその竜子の剣の主人公の両坂崎が出てくるんですよね。でこれは同じメーカーのタイトルなんだけど別タイトルだから違う作品っていうことになりますよね。そうなると出てこないはずなんだけど同じ世界線として登場してくるっていうのは当時画期的だったんですよ。今だと例えばカプコン VS SNK とか、ね、SNK VS カプコンもあるんだけど、メーカーの垣根も超えてっていうのはすっかり当たり前になりましたよね。同じそのメーカーの垣根も画期的ですごいことになったんだけど、違うメーカーじゃなくても某メーカーでも違うタイトルでそのキャラクターが違う作品に登場するっていうことすらも当時は珍しくて画期的だったんですよ。今はもう全然当たり前になっちゃいますよね。よし、なんか結構うまくいってんな。まあコンティニューしないでクリアできるかどうかちょっと疑わしいけど、はい、うちはもう自由で相手はいつもこれなんです。ラインを、移動して誘ってカウンター、もうこのやり方で、まあ、じゃないと10秒はもうちょっとね、こうやってずるいよっていう。パワーウェーブが千両と同等ってどういうことやねん。はい。ああ。なんだこれ。まともに戦わない。でもこれでいいんですよ。さっきも言った通り、コンピューターってね、超反応なんで、対処をこうやって探すんですよね。
早すぎたね、反撃者も。オッケー。はい、終わり。次誰かな。なんかギャグみたいにね。いやー、まあ、対戦としてガラスとも、まあ、高度なテクニックあるけど、一人プレイとして考えたらすると本当に面白いですね、ガラスとは。遅かった。やばいかな。助かった。セーブしたくなる。セーブしようかな。気が負けて、ああ量がいる。まあいざとなったらこっちの方で見ればいいか。よっしゃ。遠くで検証してると、ブリューカンのジャックキックだったかな。なんか、棒をうまく使って飛び蹴りをかましてくるんだけど、それがすごい弱点で、遠目から当てるっていう。で、なぜかジャンプしてくる。で、合わせて。いやー、やっぱやったか。負けた。出なかった。パワーゲイザー失敗。負けたー。残念でしたと言いたいところなんですけど、実は量のその出す条件でノーミスなんだけれど、わざと負けちゃうんですね。で、わざと負けてコンティニューして
で、ここでもう一回改めてノーミスすれば、量は出せるんですよね。仕方が見つかるまでの間、本当に地獄だった。手紙手を切ってきたって逆転だな。ノーコンティニューではなくなっちゃったけど、一応量は出てくる。今のところは。ラスボスのクラウザーの締め出である、このボスキャラたちっていうのは、まあ全員、ライン移動できないですね。なんとか、あ、そうか、なんとか吹っ飛ばしできるかな。奥に行って、ギミック食らって、こっちに戻ってくるっていう感じで。ダメか。ちょっと厳しいな。なんとかここもノーミス。さあ、ちょっとローレンスは結構怪しい。あんまり安定してくれない。なんで食らってくれたんだろう。まあいいか。このガルスケって面白くて、その条件が揃うと隠しキャラクター、画面の中がちょっと賑やかしいみたいなことが起こるんだけど、今のところ全然ないですね。セントキャンセル出ない。出た。よし。ちょっとアナログレバーの調子、ずっとやってきたんで、ちょっとおかしくなってきてたな。さあ、テリーとアンディの因縁の相手に、自分の父親を殺したんですね。このジュース・ハワードが。急に燃えてるわけですね。ああ、来た。これ。ギースの醤油。なんとかもうちょっとうまくやって、ギースを倒すお手本を見せたいんだけどね。ちょっと失敗しちゃいましたね。できるかな。
遠くで打って、空中、ああ、珍しい。おぉ。全然手本になってない。だから、ギースの、その、移動攻撃なんだけど、その、なんだろう。両手を広げたやつと、その、飛び蹴りで来るときがあるやつがあるんだけど、両手を広げたやつが、しゃがみ攻撃するとカウンターできるんで、困ったーってなったときは、とっとと逃げて、両手広げるライン攻撃してこい。誘うって言われたの。またこのクラウザーも同じなんですよね。できるかな。あ、来る。さっきのライン移動攻撃してくるんだけど、クラウザーは一種類しかない。で、それがさっきのギースと同じように、両手を広げるやつなんですよね。でも、下がガラ空きなんです。だから、どのキャラ共通してだと思うんだけど、しゃがみ攻撃でカウンターをほぼ勝つ。あ、できなかった。あ、しまった。綺麗に決まりすぎてる。あー、手土産。ちょっとビビってます。来る。あー、キャンセルできねえ。危ねえ。レバーよ。よっしゃ。よかった、危な。最初のワンラウンド目の、しゃがみ強パンチ、チャンセル、強クラックシュート、なんか食らってくれんですよね、その後の強クラックシュート。多分ガード間に合うはずなんだけど、なぜかクラウザーは食らってくれると。気絶もしなかったな。だけど、2ラウンド目は大失敗。で、これが、出てきましたね、隠しキャラクた。思ったことやってくんないな。当たり前か。よし。はいや。飛ばしてあんな早いんだ。やばい、負けそう。
負けるの十分ある。あ、負けた。なんというオチ。と見せて、本当に勝てんのか。証拠するの。いいんだよこれで。このロードしたやつだと多分も何もノーコンテニューでノーミスっていうことだから、多分エンディングのやつは長いやつのバージョンだと思う。スペシャルステージやっと出せたのに、そのスペシャルステージのやつに負けてゲームオーバーって何なんそれって思っちゃう。スペシャルじゃないじゃん、ガチ試合じゃん。ラスボスクラウザーじゃなかったんか。なんちゅうおじや。ラジオミニが、ね、また相変わらずいいけど、今更ってやってたけれど、画面確かに小さいけど、やってると別にそんなに全然気にならない。よっぽどの金眼の人って思っちゃうかもしれないけど、うちも金眼なんですよね。そんな視力いい人間じゃないので、両目とも 0.5 以下なんで、でも、普通に遊べるんですよ。タイトルが40タイトル入ってるから、小学生とか中学生でも手届くと思うんで、収穫あったりとかしたら、ちょっと買ってみるといいんじゃないかなと思うんですよね。こういうのもいいよなっていう。でも最近なんか、なんていうんだっけ、断捨離だとか、ミニマリストだとか、あんまり物持たないっていうのが主流みたいな、そういうものの考え方が入ってから出てきてて、となると今の年一桁の子や、あるいは10代の子だったっていうのは、もう自分の時代とは全然違うので、もう物持つことこそが、みたいな感じな部分があったんで、MVS だったんだな。ハードかな。いやー、まさかまさかの。あ、でもその前に。
そうか、ビリーで、あの、棒術使いのビリーで負けたから、ああ、どうなんだかっていう。だけど、コンティニューして、無事に、スペシャルステージ行けたのよな。結局そこで負けて。もうちょっとな、もうちょっと容赦勘弁してほしかったな。じゃあ、ネオジオミニ、今更ネオジオミニの紹介でした。で、もうこれ、このネオジオミニだから、今、もうこれはもう作られてないんですよね、このバージョンは。だから、じゃあ買ったところでもう、保証がどうこうだとかっていう問題もダメじゃんっていう風に感じるかもしれないけど、多分直そうと思えば別に絶対直せられないっていうわけじゃないと思うし、多分そのうち誰か言うし、やるでしょうね。もしかしたらもうアップしてんのかな。一番まだ、そんな技術ないので、全然その紹介できないんだけど、むしろそれやれよっていう感じがする。普通にプレイすんなよ、みたいな。でもガラスペ、やっぱ面白いな。ガラスペ面白いです、本当に。今だとストリートファイター6でしたっけ？そっちの方だとか、キングオブファイターズ今何番目だろう。もうポリゴンですよね、表現が 3D で。サムライスピリッツだとか、そっちの方だとか。マーコ・ブルグスの続編も出るし、なんだけど、こうドットの方もすごく味があっていいなとか、システムもまあやっぱり遡ればどうしてもアラーがいろいろあんのかもしれないけれど、でもやっててすごく気持ちがいいし面白いです。ぜひ遊んでみてほしいですね。本当に面白いですから。じゃあ、ご視聴なさってくださった方、ありがとうございました。この令和で。しかも今更ネオジオ見にてって。あるかもしんないけど、だけど、あ、なんだ、ネオジオ見にも、これぐらいのものなんだっていうのが、大抵この紹介だと、過去のやつだとか見ると、その映像を直接取り込んで見せるっていうやり方ばかりだと思うんですよ。だけど今回のこの1ゲーム、コンティニューしちゃったから3ゲームになっちゃったけど、ぜひ購入する判断の一つにしてくれたら嬉しいかなとは思いますね。ぜひ手にしてほしいんですよ、やっぱり。ミニシリーズ、ネオジオミニもそうだし、アストロだとか、他にもいろいろ出てると思うんで、自分で買いたいだとか、自分で手にしてみたいだとかっていう夢は叶えられるんで、ぜひ叶えてほしいなと思いますね。じゃあ以上をもちまして、ありがとうございました。ご視聴してくださってありがとうございました。じゃあ失礼します。